みんなのこれに獣の前、獣のナビタカと申します。囲碁虫の今日。というわけでね、今回やっていきましょう。魔王と呼ばれた子、パート2でございます。というわけでね、パート1見てくれた方、ありがとうございました。あれだよな。あれだよな。いや、結構抑えたんだよ、パート1。結構抑えた。パート1ってやっぱ、ね、もしかしたら未登録者の方とか、まあ、アビタカのこと知らない人が見てくれるからさ、まあ、ジャブという感じでね、抑えながら実況しました。さて、今回パート2、やっぱ実況動画のパート2ってのはやっぱり視聴回数が下がるというか、厳選された人たちが今後見続けてくれるっていうこともあるので、こっからね、普通のアビタカでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さっきいつものアビタカ乗りやっていくと、うえちっちんこ、うち調子乗りました。すいません。では行きましょう。お強え敵がいるじゃねえか。やっていきましょう。なんでね、やれ。セリルのアフレコはしねえで。よろしく。僕はロキだからよ。ロキロキの、ロキロキの。薄っぺらいでデマの見たことないな。ちょ、大きい声出すな、ロキ。黙ってろ。戻ります。化け物。あの化け物はなんで。一体こう、あ、ごめん、これセリルのセリフだった。間違えた。いや、大丈夫でしょ。大丈夫だ。問題ない。一番いい装備を頼む。落ち着いてセリ、今早く家の中へ行ってきまーす。行ってきます。もっとシルバー巻くとかさ。はぁ、あ、はぁ、いや、あえぐの早いぜ。ロキャ、あえぐのまた早い。もうちょっとストーリーを進めてからあえでくれ。頼むぜ、ロキ。頼むぜ。まあ、魔法陣よくわかんないけど、まあ、なんとかなるやろ。あ、それ、動物よけの魔法があるっていうのはね、パート1でね、軽く言ってましたね、魔法の方で。オッケーオッケー。よし、これはてあった、インディグネーションの魔法だ。ありがとうございます。これあれば勝ち。天候を見せるところに我あり。読みの門を開くところに何じゃ。医療神の、あ、神の行く。なんでそれは。これでもう大丈夫。インディグネーション、よし、もう大丈夫ですね。はーい。本当にあれ魔物なのか、近寄ってきてるんじゃないですか。僕らに勝ち目あるんですか、セリル。僕らに勝ち目あるのか、セリル。なんか、こういう時ほどなんか言いたくなっちゃうな。お言ってね。ふ、言ったの。これは下ネタじゃないよ。いきゅー、怖かった。ごめん、たまに発作出るんだよな、なんか。たまにね、行く。たまに行ってしまうところは、ほんと申し訳ない。どこか？そうだ、村のみんな。それでもみんなが、行ってきます！ほんとに大丈夫か？ちなみにね、みんなに申し訳ないことを言わなきゃいけない。謝罪がある。僕、ホームページでチラッとあらすじ見てしまった。ロキの街襲われます。やっぱ襲われるんじゃないか。やっぱ RPG は襲われるよな。やっぱり襲われるじゃないか。うおー。これが魔性目になる可能性が、可能性が高いですね。え、ママは助けるよ。僕は今未来を見えた。君も未来が見えるで、モナドを使えてか。君もモナドが使えるんだね。違う、大丈夫なんかじゃない。行かないときっと後悔する。お前未来史があるからな。ビジョンが見えちゃったか。ロキ、お前、また見たのか。お、ビジョンが来た。行くしかねえよな。今日ちょっとアイテム回収しとく。まさかこれ、さ、一直線にさ、村に行かないとさ、実はゲームオーバーになります。つうかさ、なんか、あれが起きます的なサムスイング。実は村助けられる道もあったけど、やっちまったぜ、みたいなあるよね。うわー、めっちゃいるぜ。スライム化は、いいなー。クソ急いでるのに。え、てか待ってよ、僕。え、これどうしたらいい？竜、総竜神で勝てるの？いや、ま、なんとか一体撃破するから、ちょっと。一か八か、ちょっと、総竜神！レジスト食らってるからさ。いや、すげえ！え、ま、無理でね。いや、今日、見せてくれるメンツ？見せてくれるメンツって？クソ、マジで勉強しておくんだった。このままじゃやられちゃう。おめえ、勉強しとけよ。おい、ちょ、待ってよ。炎、僕にも当たりませんでした。セレレ、何やってんだよ。今、熱かったぞ。すっげえ熱かったぞ。セレ来てくれたんだね。よし、やってやろうぜ。とりあえずワンチャンはね、ビジョン見た以上ね、ママ助けられる。最悪ママ助けます。ママ子、マザコンのアビタが出動します。よろしくお願いします。よし、行くぜ。2体になったんですか？任せて、セリーのことは僕は必ず守るから。けど、レジストなんです。え、こいつ、スライムシーか。スライムシー、さっきも攻撃して A だったよな、きっと。総竜寺でゴリ押すか。いや、今日フレームでこの2つの首はスライムシー、カッコゲヘアしていきましょう。総竜神かわしていく。ダメでした。セリルかわせかわせ。さあ、フレーム弱点だから OK。これで総竜神とフレームでなんとかね、ワンターン、ワンターンフリーキュー。全然フリーキューもしないけど。いける、多分一応狙われるんだけど、どうにかしてくれるんです。はい、ヘイテイ。よし。
何青色っ子あって、おレベル上がったじゃん、おヒール覚えた、ありがてえ、回復魔法はありがたいよ、セリ来てくれてありがとう、食ったくはないその映画、ロキいいな、あそれでありがとうございます、めっちゃ怪我しました、痛いよ、僕は痛いのがね怖いんだ、すまん、僕は痛いのはねすげえ嫌いなんでね、昔のね中学時代とか肩パンとか本当大嫌いなんですけど、でも苦しいのは好きなんですよね、水泳だとかあとね持久走だとかで、あのゼーハーゼーハーするのめちゃくちゃ興奮するんですよってお話をしておきます、なんか正気です、痛いはだけでかわいそうだけど苦しいはいい、だからエロ同人誌、うん、苦しい、そう痛い描写よりも苦しい描写の方が好きっていう感じ、リュナ性癖とはまた違うのか、ちょっとリュナの中の一部性癖ですっていうことを教えておきましょう、アメタカのプチ情報でした。それにいや何でもないよ、予知を見たんだ、お前さゼノブレイドでもさ、シルクがさミラーを見えた時にね、やっぱね仲間に言われてた、俺たちもっと頼ってくれよって、セリル頼ってやれよ、まあこれ序盤なんだよ、だからあの夢カザ、おおかっこいいです、ふぅ、やっぱいい、くぅかわいい、そのお口にこれ以上は言わないけど、うぅお口、母さんは村のみんなを守らなきゃ、いきます、大丈夫、ママは守れ、アホの方の BGM、 うおーみんな無事か、ちょっとこの下にね村人いたんですよね、あいなかった、じゃあ OK です、スライムなんて相手にしてないか、俺は先に行くぞ、お前うわー魔術師なの、魔術師なんだ、あれこれ剣士なかったな、あのねこれ前のパート1でも言ったけどね、そう僕はケモケット 9.5 でねこの子のねアクリルフィギュアを買ったんですよねっていう、そう制作者さんのサークルに行ってっていうのがあります、なんか一番エッチだったから買いました、脇毛ペジェンダーなとか爬虫類系がとかなんか、うん、すげえロマンがあった、青年、そう僕はやっぱね初代よりかはねやっぱ高校 2,3 年ぐらいから、まあ、ちょっと成人20代ぐらいまでのね従事、成人してるあたりの、ね、従事がねめちゃくちゃ性器に刺さるっていうかね、すげえねムラムラするっていう気持ちをねみんなにね教えておくよ、 OK、 この魔術師ってさっきの人と違うよな、え、あれ今の人誰、え、魔術師様、え、でもあの人は僕の知ってる魔術師様じゃん、え、僕がおかしいの、それともセリルがおかしいの、これどっち、すいません、わかったわかった、そうだね、まあいいでしょう、まあ、助けてくれるだろう、それに越したことない、急ぎはママを助けられるって、すいません母さん、うん、確かにセリルの方がスライムで相性いいからな、僕は一体ギガするのが大変なんで、でもセリルありがとう、ママ探していくわ、セリル僕も母さんを、母さん YouTube で見たときはね、 YouTube なのか分かんないけどね、こっちにいました、母さん間に合った、ゴブリンじゃねえかこれ、あれはダメだやめろ、来たー、お前ならやれる、お前ならやれるぞ、最高になんかそそる立ち絵だったから、お前ならやれる、彼はただ行きたかった、誰のセリフ、彼はただ愛されたかった、彼はただ正義の味方に憧れていた、彼らってもしかしてあの魔物たちのこと言ってるわけじゃねえよね、君が言うの断りをねじ曲げる悪だとしても、それでも僕は彼らのために、この僕ってさ、もしかしてロッキー、まあこの辺きっとわかるんだろうな、デリデー、お、エターナルソードじゃん、エターナルソードは炎の剣とね氷の剣をね融合させることによって、オリジンによってね、あの合成してもらうことによって出てくるエターナルソード、テールズ・オブ・ファンタジアス推奨、あの夢にお前がやってくれると思って、あの夢に負けるか、バトルだ、おほー黒木健とはやっぱ選ばれし者の僕はね素晴らしい武器を持ってるよろしく、今日特技は総理人なんだよ、あ待って待って待って、ちょっと戻るわ、X 戻る、ちょっと待った待った、覚醒技とかあるときは黒竜派、この奥、うーきっとね魔王と呼ばれたこのテクシブでイラストを探した、いつかロキがあのこのオークに行ってタヌキプレスされてるエロいゲームあると信じて、うわその未来信じる、僕はその未来を勝ち取るよ、よろしく、行って、これもしテクニカルポイント使ってる、どっちだこれ、 MP とテクニカルポイントどっちだ、87、13、もうちょっとよく見てもらわないと、あ MP でした、いややばい、総竜神だ、勝ち目が出る、ってことはね黒い剣にマリコ乗った話、黒竜派やっぱこれが一番でしょ、黒竜派多く、お前たぬきプレスするだけよ男だからよ、お前クッ殺せのね、マジで姫騎士のみね忠実にやってればいいんだよ、クッ殺、よし守ったぜ、まあ、これまさか夢とかのオチじゃねえような、大丈夫だよな実はこれは
瀬戸際で見た夢だった。お母さんは死んじまったみたい。勝てたキー、勝てた。なんとか未来を変えました。未来を変えた。思いますよ。おいっす。今噛んじゃった。あれ？ここは我が家。夢だったのかな？体中が痛い。筋肉痛はやっぱね、体が鍛えられてる証だ。ロック君、君はマッチョになるぜ。やっぱり夢じゃなかったんだ。そうだ、母さんは？夢だったか？いや、夢じゃないってお前自分で言ってたのや。体中が痛い。夢じゃないよね。あの時黒い剣が現れて、それで。そうだ、あの剣はどこに？誰か持って行ったのかな？いや、今、セリルと母さんの探そう。ちょうど今、テイルズ・オブ・アライズで似たようなね、剣の出方をね、よく見てるんですよね。テイルズ・オブ・アライズはね、そのヒロインのね、胸から、つかマスター・コアからね、剣を出すっていう感じがあって、なんか、キャラクターから出てくる剣ってロマンあるよな。テイルズそういう作品あったっけな。覚えてねえな。テイルズ、主人公級ではいねえよな。やっぱテイルズ・オブ・アライズだな、なんか。テイルズ・オブ・アライズ。お、怪我しちゃった、おばさん。まあいいでしょ、セリル、まあ、お前が多分なんとかやってくれたんだろう。母さん、セリル。問題ないよ。体中が痛いだけだ。これはね、筋肉の成長。筋肉の躍動を感じるぜ、マッスルパワー。マリ、切れちゃった。いや、じゃあ、MP 回復しろよ。おめえ。この、もしかして、この辺鄙な村には売ってねえのか。MP 回復のアイテムが。オレンジ組を頼む。マジこれ、テイル知らない人からしたら僕の実況マジ意味わかんねえだろうなとか言われそうだわ。めちゃくちゃになってんじゃねえかよ。まあいいでしょ。アビタカの実況なんて大体めちゃくちゃだし。大体今に始まったことじゃねえし。だからいいんです。言ってくれ。マジックオート。あ、それが MP 回復のやつか。いいの、マジックオート。まあまあ大丈夫。はーい。かわいいアビタカの姿を見せたこと言って。魔術師様ってこんな見た目だったの？かっこよすぎー。やはりさすが僕はアクリルキーホルダーじゃねえ、アクリルスタンド？スタンドっていうのかな？フィギュアじゃねえかな？どっちだろうな？アクリルはフィギュアでいいでしょ。いやー、やっぱり僕の目に狂いはなかった。こいつはエッジ味を感じる。ドラゴンかトカゲかわかんないけど、どっちもエッジだからいいんでしょ。魔王と呼ばれたこのエロ同時誌じゃなくて、普通の同時誌はそういうのあるんだよな。この石さんの方がね、確か同時誌出したはずだから、ね、魔王と呼ばれたこうクリアしたらね、その、羊ロボさんだ、確か。羊ロボさんのね、その、健全の方の同時にして、やっぱ購入してるような在庫があればね。あとは、ピクシブとかでもイラストかね、健全、不健全問わずちょっと探していきたいね、やっぱ。そう、アンダーテイとかデルタルームもそうなんだけど、やっぱね、ゲームクリアしちゃうとめちゃくちゃイラスト調べちゃうのが僕のね、いい趣味してるんすよ。で、最終的にエロいにありつくって感じです。やっぱり僕の知ってる魔術師様じゃない。なんか見た目違えんだよ。お前だいぶ失礼だぞ。そうだっけ記憶を変えられてんのか、お前ら。こんなイケメンか？俺とか言ってたっけ？あれ？魔術師さんは僕どうして？あ、なんか怪しいぞこいつ。なんか記憶改ざん魔法とか覚えてんじゃねえのか。それとも本当に？本当になんか実はフードとか取ったらこんなイケメンだったっていうオチですか？ごめんなさい。なんか忘れちゃってたみたいです。急に忘れるのもちょっとびっくりするけど。いや、絶対怪しいよ。絶対記憶改ざん魔法だろう。大丈夫、もう平気だから。行こう、お母さんに傷薬を届けない。大体記憶改ざん魔法してくるやつ、絶対なんか悪役の説あるんだよな。ほら、怪しい。怪しいぞ、おめえ！お前怪しいぞ。本当に魔術師か？あ、ありがとうございます。けど、セリフはなんかそれっぽいんだよな。一人称が、俺だったっけ？お前俺だったのかな？ちょっと僕、一人称まであんまちゃんと見ないんだよな、一人称。なんか、あたいとかさ、俺っちとか、そんぐらいの一日だと印象に残っちゃうんだけどさ、そうじゃないとね、やっぱ僕とか俺とか私ぐらいだとね、やっぱ一日あんま気にしないで見ちゃうんだよね。なんだか頭痛が、それちょっとフラフラする。なんだろう、魔術師様のことを考えた頭が、それが恋ってやつだ。一回今それよりやることがある。行きまーす。家族のとこに戻るんだっけ。オッケー。ママー、戻ってきましたよ。我が家、あ、てか違うよ。お母さんとこっちは、はい。じゃあみんな治療手伝います。僕だって黒の魔法、黒のね、魔法剣なのってどういう状態か。おっ、ショタロールいるじゃねえか。オッケーオッケー、左上にショタロールいます。守りを固める。
それなんかこうチラッとねホームページ見てね、あこれやっぱ見ない方がいいかもしんねえと思ってちょっとねチラッと見ちゃったけど、その後すぐ伏せたのがあって、なんかギルドに所属するらしいんだよね。だから選べるっていう噂を聞いたことあるけど、ホームページなんかなるべくやっぱ事前情報は知らない方がいいなと思ってなるべくそこ閉じたんだけど、ちょっと見ちゃった限りだと、だからギルドに所属するか仲間があれなんか変わるんかな、ちょっとそこまで分かってないんだけど、まあ、ちょっとその辺はお湯進んだら分かると思います。大丈夫です。セリルがさっき同じ話題だったか、仕方ないよ、大事な話だもん。まあそうしてまでね大人というのはね考えなきゃいけないんだよ。僕そうだね、僕たちが山を越えるべきだと思う。僕たちは村の誰より強いはずだもん。消去法でな。まだまだだよおめえは、レベル2だぞおめえ、なめんじゃねえぜってなると村人としてレベル0なんかな。そうだそうだ、プライドライド、へえ、魔術ギルドプライドライド、ええー、もしかしてこのプライドライドに所属しないとさ、あれもしかしてセリルと別れちゃう、くそー、わかんねえ、どうすればいいんだ、いやどうするもこうするもない、アビタカ君は何がしたいんだ、僕はエッチな従順ギルドに行きたい、僕も僕に行きます、あ僕も行きます、セリル一人で行かせない、それに昨日思ったんだ、僕は強くなりたい、もう誰も失わない力が欲しい、もっと強くなりたい、いや、視力たまに出てきちゃうな。僕の脳内の視力がたまに出てきちゃう。ゼノブレード好きなんですよね。お、やっぱお前来てくれると思ってよ。魔術師様。何がガキじゃ。ハウリングリンクが来るまで。うっす、頑張ってんなみんな。かっこよー、うぅ、やっぱこいつがね、最高に最強ってことなんだよな。よろしく。はい。さて、準備か。装備とか変えたりすんのかな。今お金とかあったっけ。お、ママお越しに来てくれてありがとう。阿部高行きます、あ間違えた、ロキ行きます、うん OK だ、うん、おお一応もらった、いいライフポーションもらった、それじゃ行ってきます。お母さん通り抜けたぞ、お前それでいいんか、一回ぐらいハグしたってお前マザコンなんて言われねえぞ。じゃあ行くか。の前にさ、僕ってお金775か。アイテムとか見てみましょう。あ、今日結構この時点揃ってんだよな。あとは装備だけど、ショートソードと普段着あるならまあいいんじゃないですかね。ここまで来ましたけどね、ちょっとこのロリがね、ちょっと怪しいセリフというか、怪しいっていうか別にこのロリが怪しいわけじゃないんだけど、何かしらちょっと関係がありそうなセリフを言ってるんですよね。あれ果物もお野菜もいつも通りって言ってるんですよね。あの魔物もどきはね、本当に、なんだろうね、そういった食べ物を奪いに来たとかじゃなくて、本当に人を殺しに来た。住民たちを殺しに来たっていう説がちょっとあるかもしれないっていうね。ちょっとこのロリの話を聞いといてよかったなって思いました。というわけでお待たせ。ここはもしかしたらなんかいろいろわかるかもしれない。おはようセリル魔術師様。来ました。はい、ちゃんと済ましておきました。もうちょっとなんかやっていいんじゃないかな、なんか。お母さんとか言ってさ、なんか号泣しながら抱きついても、誰も文句言わないと。お、どうしたどうした、おじさんどうしたんです、お疲れですね、わかりました、少年の紹介ギルドの代表ね、覚えてたら渡す、次のパートになると思うけど、はいわかりました、よし行きましょう、行くぞ魔術師様。さあパーティーメンバー見てみましょう、あれ魔術師様いねふざけんなよ、そしてセーブ、これゲーム実況者あるある、うん、ファイルはねちゃんと複数にあのやっとくてね、もうこれは他のゲーム実況者が学んだ。そして首都ってどこに行けばいいの、こっちかな、よいしょ、農具の参道、農具の参道を通ってあれかな、お、それっぽい、あ、それっぽい、あってたあった、農具の参道からこのまま首都に行くんですよ、 OK です。お、魔術師様、さあお名前を教えてくれませんか、はいはい魔術師様、はい、不思議な魔力、お前もしかしてこの黒い剣が見えてか、そうだ、あの時僕母さんピンチ、いつの間にか黒い剣を握ってて、あでも朝起きたら亡くなってたから夢だったのかなーって、分かりません、出し方分からん、今んとこすいません、あの所持品のショートソードとあと他についてるロングソードぐらいしか僕は持ってないんです、許してください、僕は強くなりたい、もう誰も失うことない強い力が、
誰かを守れ、力が欲しい。今出せるよ、ロキ。やれる。ケイオ来る。ケイオ、僕の元に来い。出せたー。キー出てきたー。喋った。喋ってはねえか。本当に出た。意外と出るもんですね。わかんねえ。はは、なんだろう。マジっすよ。グローすぎや。かっこいいな、お前。グローすぎや。ねえ、セリル、グローすぎやって何？お前らは知ってるんか。あー、やっぱこういうのあるんだな。テイルズキャラでいたっけ？いたっけ？ちょっと思い出すな。なんか、ちょっと僕の中でね、テイズラインナップ。頭の中でね、テイズラインナップ。思い出すけど、あ、やっぱねえや。なかったわ。ごめん、やっぱない。多分ね。魔力であれば誰でも使えるってこと？威力弱くなっちゃう。この剣が魔術装置なの？なるほど。何か知ってるんか。魔力の流れを見せたとき。魔力が満ちるとは？だって僕魔術装置じゃないし。お、チュートリアル行きます？うぅ、都合のいい敵来た。 RPG の醍醐味だ、こういう都合のいい敵は。お願いします。お、やっぱ魔術師様の投資が高くて、最高に最高なんす。ステーサー画面 TP。結構メタ的なことを教えてくれる、ちょっと。いいな。お、てかせや。みんな気づきました？右下見てください。ふぅ、僕は見逃さなかった。尻尾があるから、その分、あの、ズボンか、あの、そこら辺空洞になってるなっていう。そこら辺の付けに僕はロマンを感じてしまうんだが。問題ないですよね。はい、100% になって覚醒が使える。あ、じゃあ、さっきのあれか、本当になんか、イベントだったか使えただけ、本当は覚醒しないとダメなんですか。へぇ。あ、お、あなたもできるんですか。リヴァイアさん、え、待って、召喚術使ってるじゃん。お前もなんかできるのか。グロスギアが使えるのか。状態異常を、へぇ。戦闘、おい、一人チート級はいるぞ。ペルデランス、人目そこ入っちゃった。何やってんのですか、マジセッさん。なるほど、覚醒ね。 TP、 テクニカルポイントか。確かね、 RPG スクールの仕様だと、確かこのテクニカルポイントってのは攻撃とかすることによってだんだんと増えていく数値らしいから、だからね、あれだね、ちょっとこうやって攻撃しつつやっていく必要がありますけど、もうあなたがペルデランス低確率、低確率なんだ。ユブさんだけしな、逆に。よし、どうせ威力もっていいから使ってなんぼのもんでしょ。ペルデランスやってくださいよ。終わったー。終わっちゃった。魔術様って何でもしてるんだね。ありがとうございます。え、どうした。お、名前教えてくれる。もうルークアインで出ちゃったけど。ルークアイン、あー、なるほどね。ルークアイン、ね、このさ、小さい赤からの小さいインってどうやって呼べばいいんだ。アインって普通言うんじゃダメだよ。ルークアインかな。ルークアイン、オッケーです、覚えた。うーん、かわいいとかやな。ルークって呼ぼうかな。ルークって言うと、テイルズ・オブ・ジアビスのさ、ルーク・フォン・ファブルをちょっと思い出したけど、まあ、一回ルークで。ルークで呼びます。ルークアイン、ルークアイン。なるほど。まあ、許そう。あ、そう、なんかかわいいとかやな。おいおい、ルークも応援しますぞ、僕。おい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 。改めてよろしくお願いします、ルークさん。アインの発音がもうわかんないんで、僕はルークと言います。よろしくお願いします。まあ、あだ名みたいなことやな。ちょっとさ、最初のルーとさ、最後の取ってルーンとか呼ぶ？あ、やっぱルークの方がいいだろうな。どうして？ひとめし自力で魔術？普段どうしてたんすか？ルークさんでも、そういうことがあるんだね。さすがです。なるほど、こっから徐々に力を見せていくってことで。そんなあなたのレベルはどんぐらいですか？ふぅ、強え。スキル。リヴァイアさん、マジで強すぎ。よいしょ、あ、間違えた。ダストデビル。確か状態異常系、状態異常系って言ったけど、ダストデビル。あ、いや、これ状態異常になるかもしんねえから。オッケー。さっそう。じゃ、とりあえず道中進んでいきましょう。皆さん、このね、モーリアコードじゃねえや。なんとかコードを抜けていきます。うん、あー、なんか、追ってくる敵が多いのね。オッケーオッケー。今初めて知った。じゃあやっていきましょう。まあ、まずはね、あ、間違えた。あ、クロッケンは後でやります。よし。行くぜ。まあ、魔法はね、きっとどっかで回復できるだろうから、バンバンと使っちゃっていいでしょ。それもね、ダストデビューをね、ちょっと見せてほしいわ。
お、早い、やっぱレベルが高いだけあって速攻で攻撃できますね。何ロキの素早さが待ってやって、あ、道中こうやって敵とも戦って、あれね、ある程度レベルも上げなきゃな。よし、もうここまで来たらあとは通常攻撃ご利用していけるでしょ。オッケー、僕は最終的にの、あールークさん何やってんすか。ルークさん攻撃外すなんて聞いてませんよ。ちょっと仕方ない、もういった、これで多分ルークの攻撃なんかになるだろう。ほらね、かっこよ、今気づくルークのさ、勝利時のポーズかっこよ。いや、もう RPG のロマンが詰め放題だわ。なんかクール系の、いやーロマンスねみたいな語彙力はないですね、僕すいませんでした。なぜここは、よし、頂上まで来ましたね。少し休んだら、まあ外か、今までな俺たちは狭いコミュニティしか知らなかった。新しいところに来るってワクワクするような。なんかすいません、よし、あ、じゃあみんな行っちゃったよ。なんだよ、ちょっとあの宝箱回収しそびれたものがあるか、いや、ちょっと宝箱回収しに行ってきますわ。行ってきます。あー、ダメだった。セリルー、セリルー、綺麗だね。うん、こんな高いところに来たんで、もう早いな、もうここまで来ちまったぜ。そうだね、おし、ルーク、俺は悪くねえ。 ルークさん、あなたそういうキャラじゃないでしょ。ちょっとこっちのルークはもっとね、クールなルークだからよろしく。まあ、ルークってルークって言ってるからあだ名だけで、こっちのルークはルークアインなんだよな。ごめんなさい、すいません。いや、いいじゃん、ガキの間はガキでいいんだよ。僕はそういう持論です。なんかだからね、僕子供の時妙に大人っぽかったからこそね、すげえ後悔してたから、ガキの頃もっとアホなことしときゃよかったなって。なんかね、大人に怒られないために、あの、言われたことをね、やるっていう、それだけどね、マシンとかしたせいでいけないことは絶対やんないしみたいな、それが良くも悪くもみたいな、なんかあったんですよね。ちょっと後悔してる。なんかせっかくの若い時代で、まあ、もうちょっと無茶しても良かったんじゃないかっていう後悔あるんですよね。だから、まあ、もし未成年の方とか、まあ、もしくはせめて大学生とかね、そう、もしくは大学生あたりの学生とかね、やっぱ無茶してください。無茶してください。大学生ですけど、未成年の方はもうある程度許されるから、もっとガキらしくやっていきましょう。その経験が大人で生かされるんで、僕は逆に今ガキらしくこうやってクソみたいな実況してんだけどね。こうやってなんかお下劣なね、そう、せっかく健全で素敵なゲームに対して僕お下劣な実況しちゃってて、まあ、ガキ臭いと思うけど、なんかあの頃できなかったね、ガキ臭さを今ちょっと表現してるって感じです。素敵な歌ですね。ああ、昔のことをどうして、てかさ、裏切り者じゃねえよな、大丈夫だよな。運命、ああ、なんかホームページ調べたけど、この作品はそう、運命に抗う物語らしいです。テイルズ・オブ・ディスティーとまた違った運命の捉え方かな。やっぱこれループ系なんかは結末運動が言ってるけど。お前もしループをやってるか、怪しいぞ。いや、違うな。いや、合ってんのかわかんねえよ。RPG って言ってもやっぱいろいろあるからな。そう、難しいとこですよね。よかった。間違って4年戻っちゃったよ。はい。山寒いよ。僕らのパーティーメンバー全員薄着だからの、そんなあったかい環境下だったんかな。うん、じゃあ Me too じゃねえかよ。会話が終わっちゃったよ。会話が終わっちゃったよ。どうなんだろう、素敵なとことか言ってさ、実はなんかさ、いろいろと社会問題があったりして、どうしよう、これが首都の本当の姿、あの、私の求めてるものじゃなかったみたいな、偽名しないでくれよ。なんかプライドプライスだっけ、なんかそのギルド行きたいって言ったけど、なんかね、すごい、あの、上司がクソみたいな、そういうギルドじゃないことを祈るばかりだわ。ドキドキやって、まあ、ワクワクしちゃうよね。胸がワクワク。明日も早いし、今日はもう休もう。よし、というわけでね。あ、まだあった。ごめん、ちょっと実況してみようと思った。黒池、村に出た不思議な化け物。今までこんな不思議なことはなかったのに。これから一体どうなるんだろう。というわけでね、今回実況はこの辺にしときましょう。よし、今日こそ山を越えるぞ。というわけでね、以上、アビタカドで、魔王ヨバパート2でした。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録、高評価でよろしくお願いします。
まだ次回のアビタカの魔王呼ば実況見てくれたら嬉しいです。それじゃあまたいつかね、そう、もう一回バイバーイ。